はい、最近忙しい B です。今回はですね、前回紹介したばっかりなんですけれど、この音質というか、まあ、簡易音質、ちょうど前回かの動画見ていただければと思うんですけれども、ちょっと変化があったので、まだ1週間くらいなんですけれど、ちょっと動画撮っていきたいと思います。はい、でも結構ね、なんか再生回ってまして、私のいつもの平均の動画よりね、やっぱりこうこの時期こういう簡易的な、保温というか保湿というかエコ用音質作りたいって方が結構いらっしゃるんだなと思ったので、ちょっとこのメリットというかすごいいいところを見つけましたので、ちょっとそこら辺をね、お伝えできればなと思います。はい、っていう感じで、まあ、今日もねちょっとゆるくやっていきますので、よろしくお願いします。はい、早速なんですけれど、ちょっと中を見ていきましょうか。はい、じゃあ早速ね、ちょっと中見ていきたいんですけれど、ダーリングトニアさんがね、いきなりお亡くなりになりまして、いやーちょっと怖いですね。少し多分最近ダーリングトニアについて思うことがあって、無機質の用土から有機質に変えると今のところほぼ 100% 枯れてるんですよ。ということは、もしかしたら用土の質を変えるのはこの子にとってはよろしくないのかもしれないです。別に涼しい時期にやったので夏の枯れだとは思わないんですけれど、いやー、ショックですね。まだ一応オセロはもうラスト1匹いるんで、まあとりあえずその子はもう多分二度と植え替えない。なんかテラリウム的な、水浸しにして育ててるやつはもう二度と植え替えないで管理しようかなってぐらい、ちょっと最近ダーリングトニア植え替え恐怖症なんですけれど、まあ無事枯れそうですと。まあ根っこが生きてればいいなって感じです。で、他にはこんな感じでヘリアンフォラね、植え替えた子たちとか、まあ、あとは今までの子株も全部ここに収容してみました。もちろん未発酵の子がいたり、これクエルチちょっとだけね植え替えしたんですけれど、未発酵の子がいたり、こう根がついてなかった子がたくさんこの中にいるんですけれど、なんとね、この1週間でほぼほぼ全部の子株たち動き始めちゃったんですよね。これがね、ちょっとびっくりしました、本当に。で、まあもちろん、ね、なんでしょう、期間というか結構管理をしてたから、たまたまこの1週間がそのタイミングだっただけで動き始めたんじゃないのって言われたら、まあそうですよねって言うしかないんですけれど、全く動かなかったんです、株分けしてから。もう根がない子とか特にね、なんですけれど、なんかね、もう明らか動いてるんですよ。ちょっと拡大すれば分かるかな、ちょっと分かるかな、成長点ちょっと出てるの分かります、伝わるかな。これとかもね、ちょっとこんな感じで新しい芽が出てたりとか、一番びっくりしたのはこの子なんですけれど、はい、この子根なしです。芽出てきちゃったんですよね。まあ4日前の比較写真とかあればよかったんですけれど、1週間前は少なくとも芽は出てませんでした。マジでって思って、今日はもうよく使う緊急で動画を回してみたってやつなんですけれど、びっくりしましたね、本当に。こんなに目いきなり動くとは思いませんでした。他にもね、ここら辺の子たちも、まああの、あんまり根がねしっかりしたやつではなかったんですけれど、こんな感じで新葉が出てきてしまったり、まあなんやかんやと結構ね順調に新芽が動いてるわけでございます。まあなんならこの子なんて3日前に植え替えしたばっかりですからね。この子は根があるので、まあ多少やっぱ動きは早いかなと。でもこっちとかは根ないんですけれど、多少動いてるんですよね。これは動いてないか、
はい、って感じでめちゃくちゃ養生温室としては大成功かなって私の中では思ってるんですけれど、まあ、なんでこんなに動きがいいのかなって考えた時に、まあ、私調べというか私の中で思うことが何点かありまして、で1点目はこれですよね。まあ間違いなく高湿度すぎるんですよ。ほぼ 90% ぐらいで、この 90% がほぼ24時間 90% ぐらいなんですよね。うん、だこれはね結構こう元気のない子たち、養生しなきゃいけない子たち、根っこがない子たちにとってはすごくこう環境を一定にしてあげるっていうのは大事なことかなと思います。そして2つ目、気温も変わらない。なんかねここあの棚の一番下の段で、まあ、日当たりも悪く、風通しの話をまた後にするとして、あんまりねこう気温の変化もないんですよね。もうずっと20度から25度の間、はい、で、行ったり来たりしてるっていう感じです。でこの2つから思うに、まあ、すごい湿度と気温が一定であるので、まあ、なるべく落ち着いてかあの根っこを動かす、葉っぱを動かす、タイミングになってるんじゃないかなっては思っております。そして3つ目ですね、まあ、あの前回の動画でも撮ったと思うんですけれど、風が動かない、故意に動かしてないっていう方が正しいですね。あの密閉はしてないんですけれど、あんまり強くガン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 風を動かすっていう管理はしておりません。はい、でまあ、風を動かした方がいいよっていうのがまあ基本的な話だと思うんですけれど、こうなんでしょう、弱っている子とか根っこがない子とか、あんまりこうストレスをかけすぎない方がやっぱり動きいいのかもしれないですね。うん、っていうのをですねこの4日間だけでもうひしひしと感じまして、これは結構株分け保存箱としてはかなり優秀なんじゃねって思ったので、ある意味余計なことをしない、もうこれで環境をいじらない方がもしかしたらいいのかななんて思ってしまうぐらいには結構調子が良かったので、一応共有をさせていただきました。はい、であとはね、あの結構いろんな回答をいただきありがとうございます。あの下に猫よけマットもしくはなんかカエルよけマットみたいなのも、あカエルじゃねえやカラスよけマットみたいなのもあるらしくて、そっちはなんかトゲトゲが少なくて結構安定しますよ8円みたいなこと言ってくれる方もいたんですけれど、まあ、もしかしたらそういうのを逆に置かないで、まあ、腰水ですよね、もう腰水してあげてるのももしかしたらいいのかもしれないです。一応ほとんどの鉢の下には鉢底石引いてあるんで、多少腰水になっちゃってもいいんですけれど、こう小株たちはほとんど底石入れてないんですよ。うん、まあこの量、この水苔の量で底石入れちゃうとちょっと乾燥早くなっちゃうし、それはやだなと思ってたんでそうしたんですけれど、まあ水苔ごとちょっとね腰水しちゃってるんで、まあ、もしかしたら劣化は早いかもしれないんですが、まあもう肥料分とかこの温室ではもう一切絶対入れないようにして、なるべく余計な栄養素が過剰にならないように管理をしていくことで、もしかしたらいけんじゃねっていうことで今やってるんですが、まあ、かなり4日間の成績、4日間ではないんですけれどあのもう多分2週間目ぐらいなんですけれどの成績としてはかなりいいんじゃないかなって思っております。はい、ということで今回はちょっとゆるっと話したんですけれど、こう温室の中で根っこないヘリアンフォラとか、まあ、ちょっと弱ってるヘリアンフォラを養生してたら割とめっちゃ早く動いたぜみたいな話でございました。でここからね上質に戻していく作業とかは結構大変かもしれないぐらいには、湿度高めなので、まあ果たしてこれがいいのかどうかは分かんないんですけれど、早く動かしてある程度体力をつけてあげるっていうのはまあ必要かなと思ってますし、もうサイズが大きくなればね循環もしやすくなるので、とりあえず私はモリモリ早く大きくさせてあげたいなって思ってるので、こんな感じで完了しております。うん、まあ、ちょっとでも
この環境、この成長具合、参考になった、真似してみたいなと思っていただけたら、ぜひ、高評価、そしてチャンネル登録、あとはコメントでね、なんかこう、これどうなんですかとか、あれどうなんですかみたいな話いただければ、お答えしようかなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと最近忙しくて、動画の作成とか追いついてないんですけれど。はい。やめたわけではないので、温かい目で見守っていただけたらなと思います。まあ、後々ね、ここら辺の株、もう少し安定してきたら、ちょっと場所関係の問題で出品してる子もいるんですけれど、安定してきたら、そのうちまた、放出したいと思いますので、まあ、なんか、私の株分けの写真を見てね、これ欲しいって言ってくださる方結構いらっしゃって、頑張りますって感じなんですけれど、はい。そんな感じで頑張っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。だいぶね、気温もね、涼しくなってきたり、こう雨が続いて湿気が多くなってきたり、結構今環境の変化の時期なので、植物もそうですが、ご自身の、体調も、ご自身のね、体調面も管理していただきながら、植物楽しんでいけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いや、なんか、私もこういうところでずっとこう涼んでのんびりしたいですね。